しい任務に当たられました。震災直後の現地は阿鼻叫喚の状態にあり、所管にとっても非常に辛い任務であったに違いありません。しかし皆様の活動がどれほど多くの尊い命を救い、どれほど心の支えとなったことでありましょうか。一昨日も淡路島を震源とする強い地震が発生をいたしました。首都直下型地震の発生確率は依然高いとされております。首都圏防衛の要である第一師団、統合師団の存在こそが都民の、そして国民の安心につながっております。さて、我が国を取り巻く国際関係における緊張感はこれまでになく高まっております。特に北朝鮮問題は今この瞬間にも気を抜くことができない状態にあります。災害派遣活動への評価は喜ばしくありますが、自衛隊の本来任務は国の守りにあることは言うまでもありません。自然災害であれ、国防上の有事であれ、国の守りに想定外はないのです。朝鮮半島の核・ミサイル問題への対処、領土保全活動に加え、サイバー攻撃などへの新しい脅威へも万全の策を取らねばなりません。3年4ヶ月の空白、マイナスの政治状況において複雑化した安全保障環境の中、安倍政権を支える私どもは心新たに、安全保障こそが最大の福祉、社会保障の思いとともに断固として国を守る政策を打ち出しております。まずは11年ぶりに防衛予算を増額し、人、物、金の充実を図っております。また結婚以来の当世である憲法改正を視野に本腰を入れる覚悟であります。 NSC 創立への体制づくりも目下進行中であります。さらに来る4月28日には61年前のサンフランシスコ講和条約の発効を記念し、初めて政府主催による主権回復記念式典を開催することとなっております。国民の皆さんに国家とは何か、主権とは何かを考えていただくきっかけとなれば幸いであります。領土、領海、領空の守りにあたる皆さんの活動も国民の大きな理解があってこそ士気が高まるというものでありましょう。ちなみに普段この国の街角で見かけます国旗は、ピザやスパゲッティのイタリア国旗、カレーのインド国旗、日の丸はわずかであります。国に誇りを持ち、国家の象徴として日の丸をもっと身近なものとすべきではないでしょうか。国旗、国家に誇りを持てない国とは一体何なのでありましょうか。結びに、第一師団長丹布陸将の根を養えば木はおのずから育つの言葉を実践をされ、任務に精霊されますことを心から期待を申し上げます。第一師団、そして練馬駐屯地がさらに盛況たらんこと、そして日本の独立、平和、地域の安定がさらに健康にならんことを記念いたしまして、第2代防衛大臣としてのご挨拶とさせていただきます。本日おめでとうございます。ありがとうございました。